深海のセブンでございます。現在の倉庫内にあるチェストの中身。満タン。大量のレッドストーン。満タン。ほぼ満タン。このように、もう容量が残り少ないのです。少ないというか、ほぼないですねこれ。せっかくゲットしたアイテムを保管できなくなるのは辛いということで、別の場所に倉庫を作ります。ボール入れるチェストは全然余裕あるけど、まだまだ深海生活は続きそうですし、アイテムも今後どんどん増えていくので、早いところ手を打った方が良さそうですね。深海生活でそんなたくさんのアイテム取るかなと思って倉庫部屋こんな感じにしたけど、全然スペース足りませんでした。次に作る倉庫はもっと広い部屋にしましょう。ここら全部をガラスハウスにするぐらいの規模かな？そこまで大きくしなくていいと思いますけど。ということで今回もガラスが大量に必要になりました。でも、ガラスで建築するのは割と久しぶりかな？前回までポケモン関連のことをたくさんやっていましたからね。前回パルキアをゲットして、一段落ついたってところだからね。こういうマイクラ的要素も入れていかないとね。なんせ私はマインクラフターですから。その顔で言われるとそうは見えないんですけどね。さて、新しい倉庫はどこに作ろうかな。規模は大きめにしたいから、開けた場所がいいんだけど、まあ海の中は基本開けた場所か。倉庫と行き来できる場所がいいですね。そんなに遠くには作らない予定だけど。大体どの場所にするか決めたので、また拠点から通路で行けるようにしようか。拠点ガラスハウスの分岐点がどんどん増えていきますね。そのうち分岐だらけで蜘蛛の糸みたいな感じになりそうです。そこまで行くと楽に不便になるかもしれないな。第二拠点とか作ってもいいんだけど、拠点を別に作る意味とかは特にないしな。特別遠いところに用事があるというわけでもないですからね。意味なく拠点同士を長距離移動するのもおかしな話だしな。まだまだここの拠点は発展のしようがあると思うし。新倉庫の場所はここの地面が深くなっている場所。ここから、倉庫を増築するとなっても、下の方にも伸ばせるからね。いつかダイヤがラージチェスト一つ分、マスターボールもラージチェスト一つ分埋まるかもしれないしな。どんだけ長い時間やるんですか。実際にこの深海世界でマスターボールがラージチェスト一つ分埋まるまでに、どれぐらいのパートかかるんだろうね。1000は行くと思いますよ。そこまで行ったらもう他にやることなくなってるよな。さすがの視聴者さんもそこまで見てたら飽きるだろうしな。そして今回のガラスハウスは、ガラス以外のブロックも使います。おっついに建築に新しいブロックを使うんですね。カラフルなガラスハウスを作るのもいいんだけどさ、ガラスハウスのデザインがいまいち思いつかないんだよね。主さん絶賛手詰まり中のようです。ということで、今回は磨かれた戦力眼に協力してもらいます。よろしくね戦力眼。まあ戦力眼が喋るわけないんだけど、一瞬戦力眼喋るんじゃないかと思いました。戦力眼を使うと言っても、今回の建築は至ってシンプル。今回のじゃなくて、今回もか。そこ自分で強調していくスタイルなんですね。床を磨かれた戦力眼にして、壁はガラスにして透き通った感じの豆腐建築にします。ぬおっとここで主さん自ら豆腐建築宣言をしました。豆腐建築が悪いわけではないからね。豆腐建築は誰もが通る道。初心に帰って、もう一回豆腐建築してみるのもいいのではないでしょうか。ということで皆さんも豆腐建築をしましょう。どういう勧誘の仕方なんですかそれ。今回作る倉庫は、高さ4マスといつもより高めだから、水抜きも大変になるんだよね。そこでなんだがペル君、私はスポンジを使いたい。お、ここに来てついに水抜きにスポンジを使いますか。私の過去のピクセルモンの経験から、スポンジはボルケニオンがドロップするということを知っている。ボルケニオンはネザーに出てくる。ということでネザーに行くぞペル君。ついにネザー解禁の時が来ますね。このシリーズでは極力ネザーに行かないと言ってましたけど。極力っていうか、もしかしたらネザーには行かないっていう発言してたかもしれない。私は極力行かないっていう発言してた気がするけど、それならちょっと行くだけだから、ボルケニオンを倒すためだけに行くからね。カバーしようと必死ですね主さん。今現在床以外に角のところを磨かれた戦力眼にしています。細かいところにこだわりを持つ主さん。倉庫は最初から2階建てにします。このぐらいの倉庫があれば、しばらくチェストの容量が足りなくなるってことはなくなるよね。形は典型的な豆腐になっちゃうけどね。色が戦力眼で白くなっているので、本物にも似てきている気がします。別に似せてきてるわけじゃないからな。こう見ると、ダンスにも見えてきた。よし、ボルケニオンを倒してスポンジを取りに行こう。なんならボルケニオンをゲットしてもいいけどね。マスターボールもちょうどありますし。パルキアに1つ使ったから、残りマスターボールは2つか。海王ガニは絶対使うとして、残るは1つ。ボルケニオンの他にも、水タイプの伝説級はまだまだいますけど。ボルケニオンに使うのは安易な考えか？マスターボールは残しておこう。ということは、今回はボルケニオンを倒すだけってことになりますね。ということで海とは全く楽の世界に来ました。いつかここに常時暮らすことになるかもしれないですね。ポケモンと暮らすネザー生活か。
通に次のシリーズでありそうなんだよな。ところでなんですけど主さん、どうしてボルケニオンにこだわるんですか？だってボルケニオンしかスポンジドロップしないんじゃないの？他のポケモンもスポンジドロップしますよ。へ？海を泳ぐポケモンで？はい、ドラミドロとかがドロップしますけど。じゃあネザークル意味ないわ。なんだよボルケニオンしかスポンジ落とさないもんだと思ってたわ。海のポケモンでちゃんとドロップするポケモンいるんだね。それならペル君もうちょっと早く言ってくれればいいのに。いや、主さんボルケニオンにかなりこだわりありそうでしたから。ゆくポケ日記でも因縁結構ありましたし。まあボルケニオンとはそういうのが昔あったからね。ゆくポケ日記、懐かしいな。じゃあ、ドラミドロを探すってことで。それでいいよ。わざわざネザーに行く必要もないから。まあ、いつかボルケニオンをゲットしにまた行くことになるだろうけどね。このシリーズを初のネザーは、滞在時間1分でした。それじゃあドラミドロを探しがてら、最近サボっていた図鑑埋めをするか。海の中を泳いでるポケモンはそれなりにゲットしてきたけど、まだまだ完全ではなさそうだからな。大丈夫ですか？手持ちのポケモンもさばっかりですけど、ダメージ調整うまくいきますかね？うまくいかない気がする。サクラビスはゲットしてなかったな。まずヌオーのあくびで眠らせるじゃん。トリトドンの濁流でいい感じのダメージ調整にならないかな。いやーこのレベル差は厳しいと思いますよ。やっぱり厳しかったわペル君。トリトドンの火力って意外と高いんだな。ダメージ調整要因必要ないことに気づいた。あくびで眠らせるんじゃなくて、猛毒状態にすればいいんだ。これは解決策になっているのでしょうか。猛毒なので、ターン経過ごとに毒のダメージがどんどん膨れ上がるので、ポケモンゲットのチャンスはかなり限られてきますけど。でもその少ないチャンスでゲットすればいいわけでしょ？このぐらいでなら普通のポケモンであれば簡単にゲットできるね。一度失敗しても大丈夫。ほら、ここで赤ゲージになるからね。次ゲットできなかったらバトル終わりますけど。いや、さすがに普通のポケモンなら必ずと言っていいほど入るでしょ？だって赤ゲージに加えて状態異常なんだぜ。入ってないですよ。あれ？毒毒作戦、そんなに効果ないのかな。レベルを問わないからいい作戦だと思ったんだけどな。チャンスが限られすぎているっていうのもあると思いますけどね。アメ玉はゲットできた。タマンタがゲットしにくいだけなのかな？今調べたんですけど、意外とゲットしにくいポケモンでした。あ、やっぱそうなんだ。カビゴンとかと同じ捕獲難易度で、ミュウツーやルギアの難易度よりも一段階簡単ぐらいですかね。数値で言うと、25ですね。数値じゃいまいちピンとこないけど、ちなみに今ゲットしたアメ玉は ?200 です。そんなに違うのかよ。いたぞペル君、ドラミドロだ。形の系統で言うと、キングドラとかに似てるよね。海を泳いでいるポケモンですけど、水タイプは入ってなくて、毒、ドラゴンタイプなんですよね。だからドラミドロは今回の目標のうちに入ってないんだよね。本当だ、ドラミドロがスポンジ落とした。こんな身近にスポンジをくれるポケモンいたんだね。ドラミドロ、今までも結構見かけてたんだけどな。もっと早くバトルしてみるべきだったな。じゃあ早速スポンジの力を試してみようじゃないか。さあどれぐらいの水を吸い取ってくれるんだ。あれ？吸い取れてないな。スポンジを置く場所とかにも関係すると思います。いくら水を吸い取るといえど、範囲は限られていますからね。そしたらまた乾かさないとな。乾かし方は簡単。かまどで濡れたスポンジを焼くだけですね。しかも今回はダイヤのかまど。あっという間に乾かすことができる。よし、じゃあ次は天井に置いてみるか。お、水が抜かれたぞ。天井から水を抜いていけばいいのか。これは水抜きあっという間に終わりますね、主さん。建築し放題だよ、ペル君。でもあれか、そしたら上の階から水抜きした方がいいのか。